ネフチバクー3、U21 アゼルバイジャン代表、終試合、ネフチバクー対、U21 アゼルバイジャン代表の練習試合が現地時間24日に行われ、3-1 で、フチが勝利を収めている。この試合に先発出した、本田圭佑は、移籍後初ゴールを記録してる。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでも、子でも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、初ゴールは PK からだった。22分にペナルティエリア右サドで PK を獲得すると、本田が、キッカーに名乗りる。GK の逆をついて、右隅に流し込み、24分に先制。本は、アゼルバイジャン移籍後初ゴールをマーした。ゴールを決めたこと自体は、幸先のいいスタートと言えそうだが、ゴールそのものより重要だったのは、プレー内容だ。32分にはミラブ・ウラ・アッバソフのゴールを、スルーパスでシストしている。広い視野と、的確な判断で味を生かす。本田らしいアシストだった。移籍後、ゴールとなったが、あくまでこれは、練習試合。PK よる得点で、相手が20歳前後のチームだったということも考慮しなければならない。長く実戦ら遠ざかっていた本田は、この試合で前半の、で退いている。実戦感覚を戻す必要があるだ、う。進化が問われる場面は、これから先に訪れ、残り8試合となった。今季のリーグ戦は4月4日に開催される。両。